はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は決闘やっていこうかなっていう風に思っておりまして、今週の特別ルールは男塾忖度というわけでやっていくんですけども、今日使っていくキャラはまあ今現在、ガチャでも復刻しておられる偉大な方エンデバーについてなんですけども、僕がこのエンデバーの正しい使い方を皆さんに教えます。ただ一つ皆さんにお伝えしたいことがありまして、僕のエンデバーは国産ではなくてマルトラさんなんで、慎重に扱いが、まあ、取り扱い厳重注意なんで、その辺よろしくお願いします。エンデバー必殺でバフ2個解除という、まあぶっ結構あれな、性能を持っているんですよね。このエンデバーがいい品買ったら耐久パーティーは始まらないと言っても過言ではございません。はい、というわけでマルトラさんエンデバー、パーティーこんな感じなんですけども、まず3枠目にぶち込みます。そして友情技で解除すいません。はい、必殺変換、必殺ダメアップ、攻撃力アップ、しかも分割でもないドカ置きという超攻め攻めの、まあいわばもろ刃の剣ですね。これすることによって解除されていたバフも3枠目で取り返せるんで、4枠目で安定でフィニッシュが決まると、そういうムーブになっております。はい、やっていくんですけども、まずまあ、ステップ2ステップ重要なことがありまして、まずまあこのパーティーを作る1ステップ目、そして2ステップ目、あの死ぬ気で高校を取ってください。はい、高校も取れへんようなやつにマルトラさんエンデバーを使う資格はございません。はい、やっていこうかなと思います。高校来てくれたのくそー、発案者が使う資格なしというね、ありがたい印を押されていったんですけども、まあ大丈夫大丈夫。あ、ステップ3、あの言い忘れていた、なんだかんだ先行でもいける。あ、これをぜひとも皆さんに、見せていこうかなっていうふうに思っているんですけども、一旦目に関しては、必殺2個海、これ必須条件なんですが、ちょっと盤面がクソなんで、まあこれしゃあねえな。はい、まあ割っていきまして、そんでまあキプチを1個でも盤面に残しておくこと、これなんでかっていうと、2枠目でクロロ使うんですよね、モモクロムーブ、モモの友情技が黄色プチを1個必殺に変換するんで、これマジ黄色プチなかったら死ぬんで、ぜひともよろしくお願いしますと。はい、ただしかしあの盤面がクソゴミオアなんで、これどうしようかな。まあ普通に割るほかねえよね。こんな感じでつなげてから、受話器先輩発動する意味なんでぶち割っていきまして、そんでここ2枠目、おいおいと、お前またなやないかって思ったでしょ。おい、ここで負けるんじゃないかって思ったでしょ。大丈夫大丈夫って言うと思ったでしょ。これ死ぬんですけども言うほどダメージ食らわんかったわ。ならまだ可能性、まだまだ、ちょっと角取られていったというわけで、ここに関してはエンデバー兄さんで必殺1個割ってください。で、生まれる1個、盤面に散らばっているやつは、割らずに、とにかく必殺1個だけ割ること。これ重要視してほしいなと思います。はい。そんで、この方でしょ？塾長。ヘルメット塾長でしょ？ちょっとこれどうしたもんかなというお話なんですけども、まあ、ここに関しては弱体化等と貫封できている、相性、属性の相性も取れている4個割り。いけるんじゃないかなと僕は大思いで。はい、神。はい、そんでもって、クソバフ決まりました。エンデバー2。なんなん今日の相手さんのジャマプチ君は。エリートにも程があるんですけども。そんでもって、4枠目。こちら側。はい、弱体ぶっ刺さっていきながらの、ぶち割りムーブなんですけども。受話器先輩でしょ？相手さん。
必殺のバフもモリモリなんですけども、こちら側 274%、 魚雷合わせて 300% ですわ。ここ100キャコ発動できたら激アツやったな。そんで、弱点属性相手さん、そんで、先行こちら側が取っている。必殺ダメ解除される。はい、やっぱり先行で勝てると言いましたが、ちょっと訂正しまして、先行やったら負けるね。というわけで、まあ気を取り直してやっていこうかなと思います。そらそうやんね。取扱説明書に高校を死ぬ気で取ると書いてあんのに高校取れなかった、それはちょっとね不良品と化すんでね、ぜひともそのムーブやってほしいなと思うんですけど勝ち確無事に取扱説明書の通り、高校を取ることができました。はい、ぜひともこの三枠エンデバーかっこマルトラさん、このエンデバーぜひとも眼前でお楽しみいただけたらなと、思います。よろしくお願いします。というわけで、相手さん必殺4個割かな、ここまあ塾長でここぶち割りする意味はあんましないので、別にそれはいいんじゃないかなと思われる。そんでここももクロもぶっ刺さっているし、有利属性取っているんでダメージエラ入るんじゃないかなと思います。いかほどキモキモ火力オツなんなんこの火力100万飛ばしたけども。そんでエンデバー兄さんご登場んで、ここでも相性取っているんですよね。はい、そんで相手さんバフ回をほぼ積まずと、本当にそれでいいんでしょうか。はい、過去は変えられない、未来は変えられる、何甘っちょろいことを言っとるんだい、未来も変えれねえよ。ぜひとも現実というものを見せつけていこうかなと思うんですけども、はい、まず、はい、クソ食らうねこれボルトの回復なかったらここで死んでたというわけで、はい、とまあ頭きつくなられていったんですけども、こちら側弱体側貫封できるんでいいんじゃないかなと思われる。そんで相手さんがバフ回積んでないねんな、全然これなんでなんていう感じなんですけども、5個割と。そんでこちら側必殺上書きされず、そんでもって筋肉の弱体も刺さっている。そんでレジェンドも発動できる、まあバフ回答とまあまあされてはいったんですけども、でもそれでもえぐい火力出る。相手さんは 209%、 こちら側 236%、 魚雷合わせて 260% ぐらいですかね。はい、ダメージ以下ほど、J 攻撃タイプなんでキラー乗りますわ。はい、オーバー200万。これが国産ではなくマルトラさんエンデバーですわ。まあ今日はこんな感じで頑張っていこうかなと思うんですけども、まあ高校やったら安定で勝利もぎ取れるんですよね。あ、1枠目エンデバーはなかなかあなたセンスいいですね、素晴らしいという状況なんですけども、相手さんの HP が凄まじいな、155万と。これ繋がらへんとかいうのないですかね。はい、ないわー。1枠目で割られんのうざ。以前ね、1枠目エンデバーまあ動画出したんですけども、まあやっぱりね、詰まれたらめっちゃうざいんですよね。はい、そんでもって相手さん4個割り、受話器先輩4個割りはまあまあきついな。ここに関してはまあクロロ等々発動、ちょっと発動するタイミングちょっとバグっていったんですけども、まあしゃーない、割っていきまして、ここ100キャコ発動するかどうかなんですけども、まあ別に大丈夫かな、ここは発動しなくてもいいという判断のもと。はい、ダメージ以下ほど。いや、やっぱり1枠目エンデバーうざすぎるぞ、ほんまに。ただね、
あなた古いんですよ、考え方が。1枠目エンデバーはもうタピオカのごとく、今はもう流行りは3枠目エンデバーなんですよ、ビーエなんですよ。100キロ安定で発動していきまして、そんでもってちょっと盤面が終わっているんですが、これはね、どこに着地しても、そうなるんで、これはね攻めですわ。はい、ここはちょっと異例行っていきまして、必殺割りません。はい、3個ちょハゲに託していきまして、ラス枠でゴリまくりするという、そういう戦法を取っていこうかなと思われる。あ、やっぱりラス枠でなんで解除積んでる人多いんやろう、ちょっとよくわかんないんですけども、まあこれ4個割ですかね。まあ、3個あり。素晴らしい。あ、1個上書きされたんですけども、大丈夫。火力勝負としては、まだまだこっちの方が勝っているので、割っていきまして、また100機アコこれ発動できるね。はいと、100機アコ発動していきまして、バフの値、どんな感じですか？相手さん 95%。こちら側 202%。相手さん、キラー何やった？あ、ダメゲンの場合か。キラー乗らねえ。お互いともにキラー乗りませんね。ダメージ以下ほどというわけで。これ、まあまあ火力出るぞ、塾長。はい、はい。おっしゃ攻めてよかった。まあ、あんな感じで、ちょっとトリッキーな動きしても、やはり、命かけて高校取っているんで、まあ、そら勝てるわな、というお話なんですけども、ちょっと待ってくださいね。2、3、4、弱点と。なんでな。そんで、相手さんが1枠目、めちゃめちゃ強気の、分割じゃなくて 80% ドカ置きバフ。そのムーブはね、僕のパーティーに対しては正解なんですよね。まあ、黒、ロー、発動していきながらの、この3枠フリー属性ひっくり返せるかな？僕のエンデバーちゃんは。そこまで火力あるかどうかと問われたら口ごもるんですよね。アドバンテージはもう30万取られていきましたという状況。100機アコ発動されていく。ここで100機アコ溜まったら激ウザなんですけども、これいかほど。溜まらんといてほしいな、これは。あ、これは溜まるね。あ、溜まるわ。おお！ギリ溜まらんかった。これはいい。まあ、当初の予定通り、エンデバー兄ちゃん、必殺1個だけ割り、まあ、これぶちかなっていきながらの、ネズちゃんでつなげていって、ペインちゃんでもつなげていくというムーブと、ここでバフ回クソやっていきながらの、はい。いやー、でもダメージ、アドバンテージ50万と、さすがにこんだけ差空いたら、厳しいんとちゃうかな。まあ、受話器先輩に、上から殴られることなく、こちら側がバフ回されることなく、済むのはありがたいんですけども、いやー、それでもね、やっぱり3枠弱点やったんでね、まあまあ厳しいんとちゃいますかね。弱体化はぶっ刺さっている。まあ、それはいいんじゃないかなと思われる。相手さん、バフ、138%。こちら側240%。魚雷合わせて270%。いや、これどうやろう。必殺の値もこっちの方が勝っているんですけども、どんな感じ？頼む！どう！いや、かなり激アツ。いや、マジで、マルトラさんのエンデバー、ええぞ。これぜひともね、皆さんお近くのスーパー行って、あのエンデバーが国産で売られていても、ぜひともマルトラさんを、買ってほしいなと思います。確かね、1キログラムで6円やったんでめっちゃ安いんでね。まあ、ぜひともという感じなんですけども。今回はまあ、さすがにね、最近ちょっと命をかけていなかったんで、先行取ってしまったと。
はいはい。ただしかしね、あのマルトラさんエンデバー今現在も大勝利しているんで株価が爆上がりしているんですよね。1ドルあたり626円という、そういう状況なんで、ぜひともこのまま株価めっちゃやってほしいなと思うんですけども、必殺4個割安定でぶち決まっていきまして、ジワキ先輩か上から必殺ダメやられるというムーブですか。まあこれはしゃあないな。んーで、お互いともにモモ発動していくムーブ、まあ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 、相性属性の暴力という、まあ世界は今回のバトルには存在しないので、そこがまあ唯一の救いかなと思われますね。はい、とまだまくり返してはいないか、まあさすがにという状況ですかね。ここに関してはまあ取説通り、必殺1個割決めていきながらのネズペインかな。そんで相手さんの必殺じゃなくて、あのレジェンドが爆乳なんで弱体化食らってくれているという状況。あ、必殺ダメは解除されていったんですけども、2個割はいはい、ダメージ以下ほどっていう感じなんですが、うーん、やっぱ食らうね。オッケーオッケー。やっぱりエンデバーで上から殴られへんかったらまあまあダメージは食らいますね。ただしかし、今回また肉にて弱体化付与していくんで、まだ弱体化地獄は終わらねえぞという状況なんですけども、あ、100キャークは発動できなかった。157%、こっち217%。この100キャークは発動できひんかった、まあまあ響きやしませんかね。ここボルティングからのツバティングでしょう。6個割まで見えている状況なんですけど、あ、これは5個割かな。はい、とダメージいかと、これどんだけ入る、めっちゃ入りそう。いやー、熟勝どうまだまだ株価は爆上がりですわ。はい、というわけでラスト1回やっていきましょうか。現在順位800G というわけで、まあまあ上に来てますね。マジで先行じゃなくて、こういうことなの。危な、マジで。ここ、運命の分かれ道やったと。株価の大暴落の。まだギリギリ保っていったんですけども、2枠目怖すぎるな。やっぱり2枠目にまたな5区積んでる人多いですよね。そんでね、こちら側必殺ダメをここで解除しないので、いや、ダメージエラ入りそうやな、いかほど。こっちはまあまあ食らっている。おっ、めちゃめちゃいいんじゃないか。ほんで、ジャマプチ君も活躍している。まあ、アトベさんは全然完封できるんでいい。相手さん、攻撃のバフを全く積んでないんで、いや、これは、普通にまくって勝てるんじゃないかな。そんで、今回も、取説通り、必殺1個割していきながらのネズペインというムーブ発動していきまして、とダメージ以下ほど、まあ上から殴るんでまたの悟空のバフは解除できている。ダメージもまあまあ入っている。スバラ、はい、とほぼほぼまくりましたかね。20万差。おお、ジャマプチくんね、この度エンデバー会社、株式会社マルトラのちょっと社長になったんですよね。今この株価が爆上がりしてる時に、ぜひとも、まあ大企業への道、まあ歩んでいこうかなと思いますね。はい、なんか前半戦ってなんか未来は変えられないとかね、どこぞのクソみたいなやつが抜かしてた気がするんですけども、未来は変えられます。はい、頑張っていこうかなと思うんですけども、これえぐいぐらいダメージ出んで、はい、ドッペルゲンガーのごとく自分で自分を殴っていくこのハゲにも称賛しかないという、状況なんですけども、ダメージいかほど、キモ火力オッツありがとうございました。